お腹が空いてしまっているので、あの聞こえる？ちょっとオクラを食べたいと思います。こうオクラ茹でたんですよ。うん、県民賞、そう見てください、県民賞事前配信です、これは。うん、そうオクラ、突然オクラが食べたいと思って、無心で茹でて、なんか悟り開きそうだった。オクラ無心で茹でてる私って何なんだろうって思って、で茹でて、夏だからね、野菜が食べたくなる。そうオクラが食べたくなったんですよ、そんな季節ですよね。オクラ無心で茹でてきます。オクラ無心で茹でることにやっぱり悟りを開けるあのあれがあるのではないか。モンスターズインクのフォーク、かわいいでしょ。モンスターズインクのフォークです。いよいよ始まります。まだまだだよ、あと2時間ぐらいあるよ。うん、前髪切ってない、オクラだけ。そう私のご飯はオクラ、オクラオンリー。オクラは無心で茹でた結果です、これが。うん、19時だと早とて21時ですよ。21時、まあエブリーやって、エブリーもぐもぐしてるのかわいいね、ありがとうございます。県民賞、私が住んでるところもやるみたい、余計に楽しみ。そうなんだ、そう左に映ってるものは何、どれ、これ、これ、椅子、椅子です。チェア、椅子です。はい、シンプルに椅子です。ん？インスタのリアーカーで番宣してきて、めっちゃいい仕事するやん。仕事するね。
白エビ美味しかったよ。白エビ美味しかった。なんだろう、オクラ食べてさ、でなんか緑茶がカテキンが入っててコロナにいいって聞いたの、コロナの予防にいいって聞いたので緑茶を飲んでるんですけど、なんだろうな、緑色になれそうな気分緑色になれそうな気分。うん、あわよくばシュレック、それ騙されてるよ誰に違うの、緑茶よくないってこと。一緒に緑色になります。でも緑色になったら大変気持ち悪いからやめた方がいいと思う。そう、改めて確認するけど今夜のゲームビジョンに、そうだよ、もう死ぬほどツイッターで言ってるでしょ、見てね。カテキンで勝とう、カテキンでなんかいいらしいですね。だから私は緑茶を飲んでいます。やっぱ水出しじゃないからわざわざお湯で、お湯を頑張って湯で氷を死ぬほど入れてこう頑張って中和させた。9時寝てる、早っ早すぎない？始まったらやめない、実況するとはずいから始まったらやめます始まったら、始まる頃にはもうやめます、ショールーム自体は。はい、珍しい格好、ちょいつもの場所と違うんだよね。実況するときは事前にツイッターとかでちゃんと言わなきゃいけないので、ちょっとそれは今日は言ってないので。ねえ、あのさ、ガーリックシュリンプのさバーガー食べた、美味しそうじゃない？ふんどちゃんやめて、そうだね、ガーリックシュリンプバーガーでご飯食べれる、それもう香り爆弾ですけど、この間の話し会バグってつながり、すいません、なんかね不具合がまだ多くて、そういった場合にはちゃんとねお問い合わせして振り返ってくださいね。今日は
茹でる作戦でいこうかなと思って、パスタがあるからパスタのあまりめっちゃごめんね、生活感丸出しでパスタの残りがあるからパスタを茹でて、うん、トマト系のトマトとナス、ナスもあるからそれでパスタを作ろうかなと思ってるんですけど、前のやつと比べたら、そうだね、前のやつより不具合は少ないかもしれない。そう、いや、オリーブオイルの気分じゃないな、もうさっぱり系がいいんです、トマトのさっぱり系のやつがいいんです。髪色変えてないです、落ちただけですね色落ちしてだけですね、完全に。しかもなんか意図せずグラデーションみたいになってんの本当におもろいプリンがなんかグラデーションみたいになってんのすごいおもろい。うん、冷静にしてもいいかもね。そうだね、冷静にしようと思っている。浴衣姿可愛かった。いつ浴衣着た、ああお話し会の時ね誰も気づいてくれなくて本当に怒ってた。私はあの日多分今年で一番機嫌が悪かった日だと思う。誰もなんか一言目に言ってほしいじゃん、そういうのってさ。なんかリカちゃん今日浴衣なんだねです一言言えばいいだけの話じゃないですか。それすらみんななくて本当に悲しい思いをしたんですよね。私怒ってたやつきも、そうだね、さすがに気づいてほしい。うん、さすがにね、さすがになんかそういうことをなんか気づけない人はやはりなんかね、皆さんモテないでしょうなっていう気持ちになってしまう。うん、そういう気持ちですよね。ちょ、位置高いんだよね、すまんしゅん。いやでもあれですよ、ここで学びを得てちゃんと次に活かせるかどうか。オンラインって悲しいなって思います。そう考えたらなんかどんなに可愛いお洋服着てみんなのことを迎え撃っても、迎え撃つってなんか違うな、お出迎え、なんて言うんですか、みんなのことをこう待ってても上半身しか見えないし、なんか立ってやるとね、もうなんかイヤホンがつながら、なんかその遠いんですよちょっと。だからそれがすごくうんって感じ。だからその後ろに下がって服を見せれなかったりするんだけれども、でも私がファン側であればなんかオンラインの方が嬉しいかも。なんか
ちょっとまあ会いたいよ、会いたいけど推しにはね。でもオンラインの方が自分の家からできるし、私は怒るんですけど、もうベッドからなんなら2秒でつながるわけじゃないですか。それは結構もうそこに行くまでの労力がないからなかなか素敵だなって。しかも人に会わなくていい、なんかその別に推しだけに会いたいわけじゃん、そのなんか他の推しを推してる人たちに別に会わなくてもいいわけなのね、私の中ではだからなんかそういう意味ではなんか推しと2人だけの空間にちゃんとなれるっていうのが一番いいところかな。うん、なんか他の人に気使わなくていいじゃん。なんか最後に何枚出しするから最後の方がいいみたいな、そのなんかそういう謎の小競り合いも生まれないしなんか私は別にそれがその方が私がファン側で行くなら嬉しいかも。そう、うざいじゃん、なんかそれでさ、なんか悪口書かれたりさするの、何枚出してたからって偉そうにみたいなさ、ああいうなんか小競り合い見てて見苦しいから嫌なんだよね。でも私鍵閉め中嫌いなんであのすごいアイドルっぽいこと言うと鍵閉め中嫌いなんですよ。だからできれば早めに鍵開きを狙ってほしい。なんなら、なんでかっていうと、もうみんなに会った後で一番疲れてるじゃないですか。だからその時になんか100点の対応ができるかって言われたらなんかどうだろうって思っちゃうことがあるのね。私はアイドルやってて、だから元気でメイクがよく乗ってるうちにその休憩時間にきっとメイク直ししてくれたであろう推しに会いたいから、私は鍵開けを狙いたい。そうそう、だから小競り合うなら鍵開けを狙ってほしいその鍵閉めはなんか記憶に残るとかそういうなんかあの変なあのなんて言うんですか、変なことを思い描いてる人いるかもしれないけど、疲れてってそれどころじゃない日もあるから、まあ、それだったらなんか鍵開け狙った方がお互いウィンウィンなのになって思う。そうそう、新鮮な私を見て、ちゃんとメイクも可愛くてよれてなくて、なんか一番可愛い自分をたくさん見てほしいから、その疲れてなんかへばってるところも別に見てほしいわけじゃないから、そこでやらさまれてもはぁってなっちゃう。それで挙句の果てには疲れてるね、眠そうだねって言ってくる、なんかそのデリカシーのないクソみたいなコメントしてくる人がいるから、それがすごく嫌なので、そうそうそう、だからなんか枚数多いから鍵閉めしなきゃいけないみたいな、その謎の暗黙の了解をぶち壊していきたい私は枚数多くてもいつ来てもいいよ別にっていう、その他の人待たしちゃいけないっていう気持ちなのかもしれないけど、それはさ、なんかその実際に会えてればなんかちょっと他の人に迷惑かなって思っちゃうかもしれないけど、今オンラインだから、そうそうそう、デリカシーのない人だってさ、疲れてても眠くても頑張ってそのみんなに笑顔になってもらおうとこっちはしてるわけよ、わかるそこになんか疲れてるねとか眠そうだねとか言ってくるのってなんかだから何ってなるのすごいこっちは頑張ってやってるの、あ、伝わってないのかなってすごい思うし、嫌だからそれ言わないでほしい、思っても心に留めてほしい。頑張ってるねとかだったらまだわかるよ、
そうなの頑張ってるよって言えるけど、なんかそこでイライラさせたいっていうその気持ちの意味がわからない。そうそうそう、自分1枚で前の人50枚とかだと先に行かせてもらうあ、それそういうなんか譲り合いとかは全然いいですよ。私はすごくそういうのは好きですけど、はい、なんかお疲れ様よく頑張ったねとかさ、そうやって言ってくれたらさ、なんかえリカ頑張ったかもってちょっと元気出るのに、なんか疲れてるんだねみたいな、あってなるうん、何も考えずに入ってるわ。いや、そう、何も考えてないぐらいでちょうどいいかもしれない。私がガーッて喋るから、なんならえ、なんか怒られるんだけど、最近ファンの人にさ、お話し会で私が喋りすぎて自分の言いたいこと言えないってめっちゃ怒られるいろんな人に怒られる。ちょっと一回聞いてね、リカちゃん一回聞いてって言われるいや、なんかこの間面白かったのが、私がね喋ってる最中に、いやそれはそうでそれでいいんだけどさ、そんなことよりさみたいなめっちゃ話変えられてさ、すごいなんか悲しい気持ちになって、それはいいよ、おもろいからえ、なんか話したいこと用意してたのに、リカちゃんが喋るか喋れないみたいな、めっちゃ怒られたわ。すごい該当する女性がそんなに話してるの。いや話してるよ、めっちゃ話すよ私。だって人々に言いたい、人々そのそれぞれの一人一人に言いたいことがたくさんあって、なんかそんな、なんか用意した子来てきたこととかないがしろにしがちなんですよ私。だからなんか喋りたいことあるときは、喋りたいことあるんだよねって先に言ってくれたら聞く体制になるからでも私はなんか自分のことを喋りたいからそういえばさ、この間のさ、なんとかがなんとかでさみたいなマジで迷惑だと思うよみんなからしたら。だけど私はそれ言いたいんですよね。うん、それがめちゃめちゃ楽しいです。友達やん、そう友達みたい、いやそう、みんな友達みたいに喋ってるよねなんかてかさ、こないださーみたいなでも本当に友達だと思って来てください。うん、それかもう 3,4 年付き合ってる彼女ぐらいのテンションでちょうどいいかも。そのなんか初々しさないけどえ、なんかなんとかさん好きですみたいな、そういうなんかね、そういうのないけどえ、なんとかさん大好きだよみたいな、そういうのないけど、へえちょけとかは言えるからそう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 、私のことはもう3年付き合った彼女だと思ってもらっていいです。私のお話し会はハッシュタグ3年付き合ってる彼女うん、そろそろ来る倦怠期、いや倦怠期とかもいろんなこと乗り越えた後なんだよね。いや 1,2 年で倦怠期とか来て、多分分かんないけど、なんかそういうのも乗り越えて、なんかもうお互いのことを分かり合ってるっていうことだと思う、みんなとはあ、そうそう、ハッシュタグ3年付き合ってる彼女で皆さんつぶやいてくださいはい女の子はずっともです、ずっとも中子古いかニコイチ古い
や97は分かるはず。3年でもダブダブのカップルは分かんない。その中で3年付き合ってる彼女の、あの諸事情を知らないです私。申し訳ないけど申し訳ないけどはい、ちょっとそれ分かんないけど、それぐらいのそんなかっていう、はい。ずっともでつぶやく、そうそうそう、ずはひらがな、ともは漢字。可愛い子の香りがしたからルーム入ってみた。リカお姫様いた。ありがとうございます。香りがするんだ、もう猛者になると。オタクの猛者になると可愛い子の香りがしてする、してしまうんだね。その画面からでも 4D ってこと。常 4D ってこと。おめでたい脳みそだぜ、まったく。でも嬉しいです、ありがとうございます。いい気なもんだな。いい気なもんだぜ、まったく。いや聞いてください、私ね昨日アブの誕生日だったじゃないですか。だからなんか誕生日おめでとうみたいな LINE を12時に送れるようにこうスタンバってたんですよ。もうあと送信押せばいいだけみたいなしてたんです。気づいたら2時でした。ん、無理や無理や、もう朝だな。これはもう最後を狙うしかないと思って23時半ぐらいに、しかもねめっちゃ申し訳ないんだけど、昨日アブコのラジオ撮ったのね、昨日の夜、誕生日なのに。え、ほんと申し訳なかったんだけど、え、だからそう撮ったよ一応ね。もうこの間で終わりだと思ってたの私、アブコのラジオは。はい、なんでさっき私は鍵閉め嫌いって言ったんですけど、鍵閉め狙いました。でも相変わらず鍵閉めは嫌いです。いやさ、最初最後ってやっぱね、誕生日ってなったらさ大事じゃん。だから最後最後だなこれはって思って、はい、完全に寝てたよね。去年とかさ動画作ってさ、めっちゃさなんかお祝いムード出したのにさ、今年はすっかり疲れて寝てたんだよね。え、なんかすごいなんか愛が薄れたと思われたら申し訳ないんですけど、私アブコナ好きですよ。私はね、愛はどう思ってるか知らないけど、私はすごいアブコナのこと考えてるし、まあ、クラクダってね、ありがたいことにアットジャム出させていただけることになったんですよ。そういうのとかあってもアブコナのことはやっぱり特別だなって思ってるんです。愛はどう思ってるか知りませんけどね。愛はどう思ってるか知りませんけど、それが3年付き合って、そう、そういうこと。すごい収束の仕方が上手だね、オペラかと思った。ね、それいうことです、アブコナオペラ。何が何が、そう、あゆ太郎も持ってるよ。いやーどうだか。もうね、あゆはすぐなんかそう私のこと使い捨てって言ったから。使い捨ての都合のいい女になったんです私は。うん、使い捨てられた、使い古しの私でよければ皆さんもらってください。殺されそうだな、こんなこと愛にバレたら。はい、使い古されたんです私は。今はもう動かない。
子泣きじじって感じですね。はい。あっという間に使い古されました。ありがとうございます。今はもう動かない子泣きじじい、リカ姫こと中井リカです。どこへ行けばもらえますか、うん、アンティークショップじゃないですかちょっとなんかかっこよく言っちゃった、やばい、どうしよう。違う違う、アンティ…なんか古本屋なんて、どこに売ってるんですかね。アンティークショップじゃないですか、やっぱセカストセカスト、セカスト セカスト、んー、ブックオフ、ブックオフ、ハードオフか。ハードオフかな。ベルギーのアントワープですか。ちょっと日本語喋ってください。元気元気だったかい、何をしてたの、久しぶり、うん、歌詞をそのまま打つ達人がいるわ、知らんけど歌詞をそのまま打つ猛者。はい、今リカちゃんの目覚まし時計届きました。あ、なんか届いてるみたいですね。なんか生写真もっと際どいのも送ったんですよ。でもなんかすごい一辺倒な、全然胸とか写ってないやつが生写真になってて、なんか変わり映えしないじゃんって思われてたらすごく申し訳ないんですけど、私はいろんなバリエーション送ったんですよ。はい、スワキャンされました、完全に。はい、スワキャンされました。結構だって、もうなんか、あ、すごいおっぱいだなっていうやつとかすごいおっぱいだなって何わかんないけどそういうやつとかもちゃんと言ってたんですよ。はい、ぐるないやってる、ぐるない誰が出てるの、荒木優子さん、中川大志さんと荒木優子さん、え、ちょっと中川大志さんがイケメンではないですかイケメンだな、顔の作りが、うん、何の話してたっけ、あ、すごいおっぱいの話してた。諏訪さんが諏訪キャンされたんですよ。こらこらおいこらあれいや、なんかもうだってほら、3年付き合った彼女とかってさ、一緒にテレビ見てたらこういう感じじゃないの知らんけど知らんけどね。え、ね、見て、ここさ、見てください、これ。私さ、こうやってさ、あのエコバッグをここにね下げて、結構重かったので、そしたらね、ここが金がむけて擦れちゃったんです。めっちゃ痛かった、ここ。そう、ここでこうやって持ってたんですよ。で、結構重くて、なんか牛乳とか卵とかのプリン作ろうと思ってめっちゃ女子、ちょっとやめたい、今のやめよ、何にしようかなえ、本当はプリン作ろうと思った。で、プリン作ろうと思って、なんか手作りプリンが食べたくなったんですよ。そう、売ってるプリンじゃなくて。で、めっちゃ女子だったから本当に言いたくないんだけど、で、それでなんか材料買ってこようと思って、そしたら結構重くなっちゃって、その型とかもなかったから、でなんかそれでなんかこう持ってたら、すごいなんかここが痛いなと思ったら皮がむけちゃってて、そう、でもさ、こう肘のさ、ちょうど曲がるところなんですよ。だから絆創膏貼ってもすぐ剥がれちゃうね、汗とかでね。
女子っぽくて照れるってない。いやだってなんかさ、今さらなんかプリン作ろうと思ってみたいな、そういうキャラじゃないじゃん。嫌なんだよね、なんかそういう、いや自分で食べるためだけのプリンだよ。いや本当になんか誰か呼んでとか、友達と女子会みたい、おうち女子会みたいな、そんな可愛いことしないから。自分でだけむさぼり食うためのプリン。でもなんか上手にできなかったんだよね。うん、なんかちょっと硬くなりすぎちゃった。そうでもなんか本当は抹茶プリンも作りたくて、なんか抹茶パウダーみたいなやつ買ったんだけど、ちょっと難しくて断念しました。なんか昔ね、友達のお母さんがめっちゃプリンとか、なんかそのなんかなんて言うんですか、あのなんて言うんだっけ、ムースみたいな、なんて言うんだか忘れたんだけれども作るのが上手でね、友達のお家にそれを食べるためだけに遊びに行って、すごい遠かった、もうチャリで30分ぐらいかかるとこなんだけど、の団地でそこに遊びに行ってたの、山道を駆け抜けて。あ、そう、ババロアだ。そう、それが作るのが上手で、上手なお母さんがいたのね。でこうステンレス製のこういう、これぐらいの大きさのステンレスのなんかあのこういう器にいっぱい作ってくれてて、で今日はね抹茶味だよとかそういう感じで作ってくれてたんですよ。それがめっちゃ美味しくていつも食べに行ってた。しっかり遠いな。でもチャリで30分なんてもう朝飯前だから、朝飯のどころか朝飯前のおやつ前だから。いや本当に本当にモーニングコーヒー前ですよぐらいのテンションだった。ちっちゃい時だからさ、もうどこへでも行けるわけ、チャリで。無限の可能性を自分に感じてるわけじゃないですか、ちっちゃい時って。僕の時代はフルーチェだな。いやフルーチェじゃなくて、なんかちゃんとミルクと卵とみたいな、そのちゃんと材料から作るやつで、なんかそれを食べさせてくれてたんですよ。そう、コーヒー飲めるの？私ブラックで飲めますよ。え、なんかアメリカンでみたいなさ、甘っちょろいこと言ってる女子とかめっちゃってなっちゃうってなっちゃう。うん、ブラックで飲めますよ。はい、てか逆になんかカフェラテ最近飲めるようになったの。カフェラテじゃん、カフェラテはなんかアイスカフェラテとかなんか最近ほんと飲めるよ。最近は好きなんだけど、なんかコーヒーにミルクが混ざってるとなんかちょっと気持ち悪くなっちゃう時期があって飲めなかったんですよね。なんか食べ物好き嫌いないんですけど、飲み物とかそういうのが好き嫌いあって、私水飲めないし、なんかコーヒー牛乳だったらいけるんだけど、なんかほんとコーヒーにミルク入れただけのカフェラテみたいなやつはちょっと気持ち悪くなっちゃったりするんですよね。アメリカンは薄味だから、そうお湯が多めなんですよね。薄いコーヒーみたいな感じなんですけど、なんかでもそれじゃないと逆になんか頭ぐるぐるして気持ち悪くなっちゃうみたいな人もいますよね。え、もうでも私は絶対にブラック、ちゃんとガツンとブラックじゃないと嫌だった。そうマキアドとかもダメ。あ、私、うん、キャラメルマキアドで飲めなかったんですよ昔。いや今最近飲めるよ、大人になってから。20歳、もうほんとここ1、2年。
そう、水飲めないんです私。なんかね、何がきっかけだったかな、中学校の時に、こういう押したらさ、ピューって水が出てくる飲み水場みたいなあるじゃないですか。そこのお水をね、どうしても水筒の、水筒で私お茶持ってってたんだけど、お茶がなくなっちゃった時に、なんか体育祭の練習とかしてたらさ、もう暑くてさ、喉乾くじゃん、でいっぱい飲んじゃって、でなくなっちゃったっていう時に、なんかちょっと自販機まで遠いのね、まあなんせ田舎なんで山だからさ、それでなんかそうなった時にそれを飲むしかないってなった時に、もうなんか飲んだんですよ。そしたら血の味がして、なんかそこから無理になったんですよね。だからなんか野球部とかさ、バーって走ってきてさ、ピューって飲んでバーってまた走っていくじゃんああいうのとか見ててさ、うわーってえ、わかります。であと浄水器のその仕組みを考えちゃって、飲んだ、そのなんか野球部ってさ、こうやってさ、なんか野球部に対する偏見で申し訳ないんだけどさ、野球部ってさ、口開けたらわーみたいな、その喉に直接そう貫通させるみたいな飲み方するじゃないですか。それ見ててさ、なんかよくそんなとこでさ飲め、ちょっと潔癖なんで、なんかなんかそういう感じでさ、なんか嫌じゃんいや、なんかそういうの見てたらちょっとなんかうんってなって飲めなくなっちゃったんですよね。だそういうのもある、多分潔癖も出てると思う。うん、今考えればね、いやその時考えても私は無理だったんですいや野球部に関しては本当に申し訳ないけれど、すみません元野球部ででも野球部は逆線高くて結構ムードメーカーみたいな人いるじゃないですか。え、みんなの学校はどうだったかわからないけど、私の学校は割と野球部、サッカー部、バスケ部、ここ3期だったわけ。陸部はちょっとなんかなんだろう、もう走ることに特化してるから、なんか黒くて、いや、お外で走ってるからね、黒くてなんかちょっとなんか筋肉質な、ちょっとごぼうみたいなイメージ私の中でね、だった。だからなんか結構そのかっこいい人たちはその野球部、サッカー部、バスケ部に集まってるみたいな、そのなんて言うんですか、カースト上位系いやでもなんかわかる、陸部にはコアのファンがいるんだよ。なんか陸部見に行こうみたいな、そのなんか可愛いけどおとなしめな女子とかがなんかこうひっそりこう木陰から見てるみたいなそういう青春目の当たりにしてたから、陸部はあいつコアなファンがいるみたいな、そういう意味。うん、そう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 、サッカー部ってさ、いやサッカー部、私たちの時代を築いてきたのは多分サッカー部と野球部とバスケ部、この御三家。バレー部だから悔しい。あ、バレー部ね。でもバレー部はジョバレとどうせできてるんですよだからそんなこと言ったらジョバスもなんだけど、そしたらなんかなんていうの、ジョバスとダンバスは結構なんか対立するイメージ、対立してたよ男子みたいな感じだったから、なんかそこはまあ心配なかったんですけどね。バレーはなんか偏見かな偏見かなみんなのところはどうだった？
なんか私の時代はそうだったんだよね。コート取り合う、そう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 、コートとかゴールをなんかどうのこうのみたいなことで結構揉めてるみたいなイメージ。私はもうさらっと帰宅部だったので買いますって書いてたんですけど、はい、言い方懐いジョバルダンバレ、御三家の中にもスクールカーストあるんですよ。いやでもなんかひたむきに頑張るその野球部のあんまり目立ってない人とか結構思っててたよ。いやなんか本当は無理やり美術部に入れられてたんだけどいやもう本当人に絵描かせてたし、なんか私ほぼ行ってなかったので美術部だからもうなんか無理やり入らされてたっていう。そう、帰宅部、うん、そう帰宅部でした。私はね、でもなんか友達の部活終わるの待つふりしてサッカー部終わるの待ってたりとかよく青春ですね。そう思ったら、キャットフード食べたらうまいかな。いやすごい話の転換の仕方だね。食べてみたらどう知らないけど、でもキャットフードって食べれるのかな。人間食べれるようにできてるの。でもさ原材料見たら多分魚とかだからさ、いけるんじゃない。食べれるっちゃ食べれるけど、でもなんかおすすめはしないよ私は。でもそんなもう、ね、寝る間も惜しんでそのなんか調べたいとかなんかそのもう夜も眠れぬくらいに気になるっていうんだったら食べてみたらいいんじゃないですか。味が薄い。へえ、そうなんだ。食べたことある人たちたくさんいる、もしかしてうちの高校グラウンドなくて部活朝でやってたが、そういうのあんまなかった。でもなんか地域によりますよね。その田舎のさ山の学校とかだと私みたいにさ広いグラウンド併設してあったりさするからさ、うん、今考えたらめっちゃ土地持ってるやん学校って思うわ地主、うん、いや、うん、リカちゃんは美人マネージャーじゃなかった。いやいや、私あのマネージャーとか絶対できない。なんか絶対できない。だって自分は試合に出たりしないのに、そう炎天下の中何の見返りも求めず選手のためになんかタオル洗ったり、その水筒を準備したり、ボール片付けたりしなきゃいけないわけでしょ。絶対無理ちょっと透明から眺めてるぐらいがちょうどいいんですよ、そういうなんか運動部系は。バスケはやっぱり富山県の八村塁すごすぎる。かっこいい。あ、八村塁選手ね、すごいよね。でもバスケ選手って本当に近くで見たらもうジャックと豆の木みたいな。それは何ちょっと待って、例えがわけが分からなくなってしまったジャックと豆の木って何。いや何でもないんだけど
気にしないで今のはみたいな、そういうなんかどういうこと分かんない、私も分からなくなっちゃった。でもなんかジャックと豆の毛とりあえずタッパがすごいあるからタッパじゃない、身長身長がすごいあるから、そう空豆、そういうことだね、空豆ってこと。リアちゃんはちょっとわからなくなってきちまいましたえ、なんかいやえ、なんかさ今回のアブコンナラジオでね、3歳児の言葉をあやにも喋らせたんですよ。そしたらなんかもうすぐ死ぬ人みたいになっててすごい面白かったから聞いてねなんかひょろんひょろんだった、なんかわかんないけどえ、もうすぐ死ぬって私が突っ込んでるので聞いてください。そう、え、死ぬのっていう3歳児のなんか3歳児ってもっとなんか生命力あふれる感じにしなきゃいけないですよ、自分が無敵みたいな、わかりますか、こうなんか適当にやってるように見えて結構こだわりあって自信満々でいなきゃいけないんです。3歳児は何でも自分でやってみたいとか、そう好奇心あふれる、そう生命力と好奇心あふれる感じにしなきゃいけなくて、でもちょっとなんか日本語がままならないみたいな、最近覚えたんでみたいな、そういう感じにしなくちゃいけないですよ。これは、時間はちょっとだけ3歳児は上手に食べん。でも、愛はできてなかった。ちゃんちゃん、急に行く。なんかちょっとね、ベロをちょっと多めに巻くんですよね。ちょっとだけで、身振り手振りも大きくする。3歳児レクチャー講座としては身振り手振り大きく、大きいお日様があったらこれくらいの大きい虹が出てたのってやらなきゃいけない。今日とそうなるのかなと想像するとかね、私酔うとあの泣いてるかそうなってるかどっちかですね。うん、ライマもう飲めませんってなってますいつも。はい、3歳児歴5年のプロ、ちょっと矛盾が生まれてるけどすごい矛盾が生まれてるけど、3歳児歴5年、すごい。飲んだありかたんかーち、本当の3歳児と会話してみたいし、そう本当の3歳児とりかが会話してたら多分何言ってるかわからないですよ。1歳児ぐらいから言葉を大体覚え始めるんですけど、1歳ぐらいのこと喋ってる時もっとわかんない。ちやちやだねまんまうん、そう私はわかるよ、通じるから、うん、そうなの、そっかそっかって言えるけどじゃあ普通の人からしたら多分わからないと思う。
異次元の会話1歳児の資格を持ってる。いや1歳児はそうだね、確かに通訳になれます。なれるかな。めっちゃ中二病の話していい？なんかこんな走りそのから言うのすごい嫌なんだけどめっちゃ中二病の話していいみたいな。なんか異世界に飛ばされそう大丈夫だよ、飲んでないしすごい正常なんだけど私は今異世界にね飛ばされかけたんですよ。ありますか、異世界に飛ばされかけたことないですよね。私はこの間なんか夢と現実の狭間が分からなくなって、なんか軽い熱中症みたいなでちょっと倒れてたんですね私はい、少しの間倒れてたんですけど、みんなに言えなかったというか、あんま SNS とか更新してなかったり配信ができなかったのはちょなんか軽い熱中症になってましてそうなんですよ。そうでなんかあの大丈夫全然もう元気ピンピン、だってプリン作ろうとしてるんだよ、大丈夫だよ。でなんかそれでねなんか夢と現実それでなんか分からなくなって、なんか私もともと不眠症なんですよ。ちゃんと治療もしてるぐらい不眠症なんですけど、なんかその多分、うん、それのなんだお薬に慣れちゃったのかな、分からないけど、それでなんか逆に寝すぎるみたい、過眠症みたいになっちゃって、でなんかその熱中症だしと思ってちょっとだるかったから、体もだるいしちょっと熱あるみたいな感じだったから、なんかずっと寝てたの。そしたらもう何時間も寝ちゃって、でなんか昔よくあったんですけど最近なかったのに、なんかねその多分夢と現実が混同して、なんか気づいたら道路に出てて、やばかったの本当に。えって思って寝てたはずなんですよ私は。そう寝てたはずだったのに何か私の記憶が途切れてるところはベッドなんですね。で私これすごい昔もうめっちゃキャバスカとかの時代にキャバスカやってた時ほんと睡眠実感なくて、もともと不眠なのにずっと寝てないみたいな状態だったんです。その時になってたんですけど、なんか久しぶりになんかなってでなんか夢ではね、なんか怖い、なんか怖くて、ちょっとセクシーな映画を見たんですよ。寝てる間暇だからと思って。で、なんかそれの夢って、その、なんか怖いものから逃げてるみたいな。逃げてたんです、私は必死に。で、気づいたらなんか道路に行って、でなんかチャリのなんかチンチンみたいなおじいさんがこうチャリこいでて、それで起きたの。それはってなったら、なんか本当に自転車が来てたんだけど、なんかその親子自転車みたいなやつあるじゃないですか、ママチャリみたいな、その後ろにも乗せるとこあってみたいな、その人がこう来てて、夢の中でおじいさんだったけど、
そうなんか絵本当に来ててチリンチリン鳴らされてて危ねえってなって起きてやばいやばいってなってそれで起きました。だからもう下手したらもう異世界に飛ばされてたかもしれない。うん、それ何時よ、夕方ぐらいかな、なんか多分そのなんか日中寝てたからそういうのもあってあのなんていう の、 その時間感覚とかが混同して寝すぎてたの、ずっと寝てて起き上がれなくてしんどくてで、なんかそれでそうなっちゃったんだと思う。やばいよね、うん、でももう大丈夫です。それ一回だけだったので。鍵持ってたの？鍵持ってました。鍵と携帯だけはしっかり左手に握りしめて握りしめてた。あとなぜかワイヤレスイヤホンは右手に持ってた。なんでこの持ち物なの？なんでだったんだろう、わかんないけど。そう、うん、ガチですごい話でしょ。でもでも私は結構なんかそういうスピリチュアル信じてるからなんか多分疲れてただけだと思うけどなんかそういうの信じてるから、気をつけてくれねえ。怖いよね。え、でもめっちゃなんか、え、なんか部屋着っていうかパジャマだったんだけどそれはそのままでした。もうパジャマのまま出てた。うん、でもなんかそんなあのちょっと外出るぐらいだ大丈夫な部屋着だから大丈夫だったんだけど、急なネイティブ。パジャマ着ててよかった。確かに裸で出てたらやばいねパジャマ着てたよ。パジャマってか部屋着みたいな感じの。うん、あ、待って、私あれみんなご飯食べた？私オクラだけ、オクラだけなんですよね結局。オクラちゃん、リカちゃんだ。今寿司食ってる。そんな私を、私のことを置いてお寿司に行ったんですね。誰とですか？とんかついいね。ハンバーグ。お母さんのカレーとアイス最高じゃないですか。今ストゼロ飲んでたね。ストゼロ
ストゼロさん頭痛くなんない？私めっちゃ昔超飲んでたの、1、2年前ぐらい、2年前か3年前とかそのぐらいの時めっちゃ飲んでて、ストゼロでもストローで飲んでたの。もうねほんとやめた方がいい、なんか頭痛くなる、悪い酔いする。ワクチン打って痛くて寝てた。え、ワクチンめっちゃ痛いってねみんな言うよね。飲んでましたね。そうめっちゃ飲んでた。ストゼロアルコール強いからね。うん、え、なんか昔はすごい、それでなんか一気にグワッてこう熱くなる感じが好きだったんだけど、なんか次の日だるすぎてでも仕事とかある日は絶対飲めないしみたいなだったからやめました。あ、小籔さんにやめた方がええでって言われたからやめた小籔さんすごい健康状態心配してくれて、そんなストロングとか飲んでたらあかんでみたいな、ばっか飲んでたらあかんでみたいな。美味しいんだけどね。酒はストローでばっか、最近に至ってはビールもストローでいけるようになった。はじけるレモンの香り、キュアレモネードこんなんじゃないなこんなんじゃないんだよ。でもさ、キュアレモネードのみたいなイヤリング今日してたんですけど耳痛くなっちゃって取りました。そう、ずっとイヤリングさ、私耳ちっちゃいんですよね、見えますか？なんかさ、イヤーキャップとかさ、その髪染めるときにさ美容院でさされるけどさ、100取れるの。もうほんと美容師さんも私もイライラするから、もうつけなくて大丈夫ですって言うんだけど、いやもうそれぐらい耳がちっちゃくて、だからえ、耳かけ髪の毛にしててもねすぐこうやって落ちてくるの、それが嫌で。そうで、なんかここもね多分耳たぶが小さいから、ここに多分毛細血管集合してるんだよね。だから結構長時間イヤリングしてると、どのやつでも頭痛くなってきちゃって。そうでもね、逆になんか偏頭痛の時にこうやって耳の血管をこうやって刺激してあげるとちょっと緩和しますよ。私も偏頭痛持ちなので、ピアス開いてないです。一個も開いてない私。イヤモニずれないですか？ずれます。イヤモニもめっちゃずれるから、本当は私のあのアイドルとしてのあの最終の夢は専用のイヤモニを作ること。やっぱ一生の記念になるじゃないですか。でもね、本当にあの市販じゃない、もうなんかもともとあるイヤモニつけてくださいって言われてさ、ここ腰に巻いてね、ここから戦闘してここにつけるんだけど、それねもう絶対落ちるの。だからも絶対こうやって歌わないと聞こえなくて、でなんかイヤモニって全部しちゃうとあのファンの人たちは声が聞こえなかったり、隣にいるメンバーのなんか声が聞こえなかったりする。私右だけつけるのね、左耳ちょっと良くないから右だけつけてたら、なんかもう本当にあの音ずれしてたら歌えなくなっちゃって、でもなんか外れるからもうずっとこうやってやってる。外のなんかどこだっけ、あれ埼玉スタジアムみたいなところでライブやった時もなんかずっとこうやって触ってた。うん、そうだからここになんか専用のテーピング用テープみたいな止めてやってる。埼玉アリーナ、そうそう埼玉アリーナ野外の。
今県民賞録画しました。あと何時間だ、あと1時間ぐらいかな、始まったらやめます。え、今日なんか原宿で一生さまよってたんですよ。 YouTube のなんか打ち合わせがあったんですけど、で原宿行った時に一生さまよってて、私でなんか途中からなんか Google マップ開けなくなって、え、なんでこれ開けないのって思って、なんか多分低速感なんかかかって、でなんかえ、もう見渡せと住宅街と寺院しかなかったの本当に。でそのもう Google マップ開けないし、同じ道にずっと翻弄され続けて、でなんかそう YouTube のチームに電話したり、とりあえず大通り出てくださいみたいな、いや大通りどっちですかみたいな、えもうなんかそんな感じだったの、もうほんと積んだと思って、そしたらなんかずっとなんか行ってなかった道がとか、そこに行ってみたら大通りに出れて、出れたと思って、それでやっと着いたんだけど、竹下でしょ、あ竹下通りぐらいとかはすごいわかる、自分そのそんなにあれだけど行かないけど、大体はその撮影とかで行ったりするから、その辺なんか表参道あって原宿あって、買い物とかするときその辺でするから、空き時間とかにね、それはわかるんだけど、なんか裏腹の方のさ、こっちら辺ってさ、わかんない、なんかもう入り組んでるじゃないですか。もうねすごいね、で暑いし、もう砂漠をさまよってるかのごとく、飲み物も持ってなくて、また熱中症になる私って思いながら歩いてた。あそうそう、表参道ヒルズの裏側なへん、蜃気楼見え、蜃気楼見えるどころじゃん、蜃気楼作ってた私が、蜃気楼職人になってた私が、どういうこと。そうで歩いてたらさ、もうセミがさ、もうジン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 鳴いてるしさ、もう本当にそんなにって7日間で爪痕残そうとしすぎだろうと思って、一生懸命生きろよって、そういう気持ちで歩いてた。うん、セミも必死なの、いやわかるよ、こうなんか私はだからセミのその生命の息吹を感じながら私は死にかけてた、そういうこと。あ死ぬんだと思ってバーって新規を作って、大変ですよ。どういうこと。私最近思うんです、人は一人では生きていけない。ここ数日間かに何回か死にかけて私は理解した。それは真理。おやっぱ人は一人では生きていけないんだなっていう、誰かに助けられ、そして助けながら生きていくんだなっていう
ことですよね。いやでもセミも7日間しか生きれないけど、カゲロウ先輩もすごいっすよ。カゲロウ先輩1日っすからね。1日だよね、あれ1日だっけ一瞬。カゲロウ先輩すごいっすよ、もうマジで一瞬入魂。え、カゲロウって何日間だっけ。パイセンすげえ。パイセンすごいね。いやすごいですよ、セミ1ヶ月生きるよ。え、話と違うんだけど、今まで私が信じてきたものは何。1週間しか生きれないんだな、頑張れよって思った私の気持ち何。いや、ちょっと待って、調べてあげるよ、無知な君たちのために。いや、カゲロウはね、もうほんと一瞬で死ぬんだよ多分。ウィキペディア、いや寿命載ってな。あ、そうだ、1日だ、やっぱり。1日で死んじゃうんですよ、カゲロウは。もうほんと卵を産めるだけ産んで1日で死んじゃうんです。かないよね。セミはストレスに弱いらしい。いや、じゃないとあんなにわめき散らさないでしょ。うん。だってストレスに強い人がさ、あんなにわめき散らしてるところ見たことある？いやだー。俺は死にたくないんだー、ミミミミみたいな。そういうイメージなんだけど、私セミ生きてやるーみたいな。え、それでも情緒不安定なんだよ多分。もうだってこっちは1週間しか生きれないんだよっていうさ、その決まり文句が使えるわけじゃないですか、口喧嘩しても。それはね、ストレスたまりますよね。あんたはいいよね、こっちはさ1週間しか生きれないんだよって。でもさ、あんたらさ、土の中でさ、いっぱい過ごしてきたんでしょ、ブンブン、みたいな、ハチさんが言って。これ今のハチさんね。女王蜂ね。地上に出てからが勝負なの。私たちのこと何も知らないくせに。勝手なことばっか言わないでよ、ミミーみたいな。そういうことなんですよ、セミの世界は。だからやっぱわめき散らしたくもなりますよね。そう、蝶々、蝶々、蝶々は
哀れねみたいなもう一番優雅に飛んでいくから、はあ、やっと醜い姿から解放されたわ哀れねって言って飛んでいくからこれ蝶々、これ蝶々です、はい。お高く止まってやがるぜ蝶々の野郎カブトムシはもうヤリラフィーだから俺最強みたいになってるからここの蜜俺んだから勝手に縄張り入ってくんなってクワガタのくせに、はぁてめえやっとだこら、これクワガタねこれクワガタね角一本しかねえくせによクソ煽り散らしてくるのがクワガタ、あ、そうそう、カブトムシはもう俺が最強みたいな、そういう感じです、はいバレンシアガのピチピチの T シャツ着てますクワガタクワガタね、もうカブトムシは全身グッチもうそ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 う、クラッチバッグ持って、そうそう、ピチピチの T シャツにピチピチのズボンにチェーン垂らしてるから、うん。柄良くないえ、そうそうそう、本当にそういう感じですよ、まがらの人もうカナブンとかはヒャーハービューバーシュッてなる窓にぶつかるからもうね、カーブンとか何も考えてないから、だいたい窓にぶつかってバチバチ言ってるイメージ、うん、うん、虫キングだねどういうことちょっと一から説明して、私に虫キングだねって思った、その概念はどこから来た？ハエ、ハエは止まりますよ陰キャ陰キャ、ハエは陰キャ、もうここに泊まらせていただきますよ よいしょっと、へーすいませんね、ここにいさせてもらいますよ、はいバーンもうハエはやっぱこうみんなに意味疎まれてるから、もうちょっともうほんと腰が低い感じのサラリーマンですね、はい、私のデータからしてこの辺に食べ物がありましたねすいません止まりますよ
虫好きなんだっけ虫大嫌いなんです。私本当に虫嫌いなの。うん、ハエだったのか。ハエ優勝だろう酔ってます。だから緑茶しか飲んでないの。私はカテキンでコロナに備えてるんですよ。ほらもうなくなるけどね。カマキリは切り刻んであげましょうえ、私うまくないえ、うまいんだけど。この草むらの主は私です。切り刻んであげましょう。ちょっとなんかお高い感じの、声優なれる邪魔すけ、あ、そうそう、邪魔すけですね。バッタ、バッタは、え、子供来る？子供来た、子供来たあいつはすぐ虫かごに入れるんだ、キャーピャーもうちょっと結構ビビり系の、ゴキブリ、ゴキブリもうセッションゴキブリでガンスだからあんなに飛んでるのかあ、そうそう、ちょっとビビリ、ビビリちゃんなんですよね、バッタちゃんは。拙者系、そう、拙者ゴキブリでやんすどこに出てやりましょうかねうん、そうそう、ゴキブリのイメージ、私の中のイメージこんな感じ。うん、そう、拙者系、こうなんかこもの感がすごい確かにチーム G は生命力で戦い続けるチーム G だからね。これ私しか使ってない G は人語を返す。そうなの？でもさ、諸説あるけどさ、なんか生態系で、なんか虫と別なんだって。だから別に虫がいなくなっても虫が全滅するだけで、なんかその他には別にその害はないみたいな。だから虫は、私はいなくてもいいと思ってる。だってさ、嫌じゃない？虫。
そう食物連鎖とかなんかそういう統計的に見たら別になんか虫はなんかその宇宙からの飛来、そう卵が隕石にくっついててそれでなんかいっぱい生まれたみたいな感じだったから、だからなんか別にその生態系には関係ないらしくて、人間とかの動物とかと全然違くて、そう、虫がいないと花の受粉、それ鳥がやってたよね昔。だからいやなんか虫がいるからと思って鳥がやんなくなったのかわかんないんだけど鳥もできるからそれはなんか大丈夫みたい。タコもそんな感じらしいじゃん。そうなの？でもなんか昔のその生物、昔の生物とかその4000年前に生きて実際に生きていたなんとかみたいなやつ見るのすごい好き。ね。鳥は恐竜らしいよ。確かに鳥は恐竜だよね。プテラノドンとか鳥だもん。え？プテラだっけ？プテラとか、あともう一個知ってた私、鳥の恐竜。え、でか恐竜図鑑も好きだ。でもさ、なんかティラノザウルスさ、ティラノザウルス実はめっちゃちっちゃかった説みたいなやつ白チュームでやったことあるんだよ。それすごい覚えてる。そう、博識だな。私ですか？私違うんですよ、受け売りなんです。なんか全て受け売り、なんかいろんななんとからしいよって、そのなんとかなんだってみたいな、そういうさなんかあるじゃん、考古学的な。でもさ、その論文ってさ別に根拠はさどこかにあるとしてもさ、実際にその時代に生きてた人たちじゃないからさ、わかんないわけじゃん、伝言ゲームみたいに。だから全部は信じてないけどそうらしいよっていう話を見るのが好き。都市伝説的な、なんか都市伝説さ、都市伝説のさなんかそういうないの、なんか都市伝説のなんか番組とかあったら私も出てみたいなと思うけど、福井県って恐竜有名なんじゃん。へえ。でもさ、なんか一つの大陸だったじゃん昔こないだみたいに言うけどなんか昔さなんか大陸全部一つだったじゃん。なんかそういう時とかさ、なんかどうしてたんだね。だって海はさ、海に面してるところしかさ栄えていかないわけじゃないですか絶対。だって水がないと何もできないでしょ。
あ、そうそうそう。でもなんかもともとおもろい話があってなんか全ての言語は最初は一つだったみたいな。でなんかそこから派生していろんな言葉になってたんだけど、数字だけはもともとこの世界にあって人が見つけたみたいな。それがすごいおもろい話だよね。1とか2とかはさ共通じゃん。東京は麻布は谷が多く寺院墓多く居道。へえ、居道ってすごい怖いよね。なんかそういう居道系のさ、なんか都市伝説的な怖い話とか見てめっちゃ怖い。残影とかもその映画じゃん。天に近づきすぎて神の怒りを買った。そう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 。数学やるとその辺感じ。数学わかんないです。なんか数学って言われると本当に無理、もう拒否反応、拒絶反応で、あ、数学わかんないですってなる。うん、怖い話になってきた。なんか本当は怖いグリム童話とかさ、なんか宮崎駿さんが認めたそのジブリの都市伝説みたいなやつとかもさ、すごいなんか出てきてさ、すごい怖い、怖いけど見ちゃうみたいな。好奇心が勝っちゃう私。居道と事故物件の違い。居道はその土地自体がなんか例えば鬼門に寺があっていろんな人の骨が眠ってるとか、そういうなんか悪い気が集まりやすいところが居道だから、昔何か事件があったみたいなところとかも居道って言われるけど、なんかで事故物件っていうのはその物件で事故が起きたっていうことなんですよね。だから事故物件じゃないから住もうと思っても、そこがもし居道でいろんな事件が歴史的に繰り返されて起きてきてて、でなんか建て直したら事故物件って書かなくてよくなるのね。そういうサイトとかにも載らなくなるの。だからそのビルがもしも事件が起きてても一回作り直しちゃえばもう新しいビルになるから、そこではなんかその事故がありました、事件がありましたっていうのは書かなくてよくなるんですよ。でこれは本当かどうかわからないけど、お金を払えばなんか隣のビルに移せるみたいな、その起こった事件とかをね、とか隣の隣のビルに書き換えることができるみたいなことは聞いたことあるけど、それはどうなんだろう。なんか人が住まないような商業施設のビルに移せるとか、そういうのは聞いたことあるんだけど、ちょっとそれわかんない。そうだからなんか事故物件じゃないから大丈夫だと思って住んでも、その土地がもしも悪い気の集まる居道でいろんなことが過去に起きてたらまた起きる可能性があるかもしれないっていうことですよね。だって昔そこで処刑場だったとか、昔そこでなんか死んだ人がいたとかだったら、なんかその人の念はそこに残るから、自爆霊として。そう。でもなんかしっかりお祓いしたり供養したり、なんかそういうことがあったっていうことをこう受け止めて、でも私は何もできないからこれぐらいしかできませんよっていうことで、なんかそういうふうにお祓いをしたりとかすることはとてもいいことだと思うけど、怖いよね。なんかそういうのさ、
ったらさ、なんかあ昔ここなんかあったのかなとか調べちゃうくない？え、なんか残影ってそういう映画で、なんかそのいろんなものがなんか怨念がこもったものとか、例えば掛け軸とか刀とかそういうものをなんか持ち出してそこに置いといたらもうそこが呪われてしまったりとかするから、いみちって言葉初めて知りました。あ、本当ですか？でもいや、なんかそういうのをちゃんと知っておくことによって自分の身に降りかかる怖いことを回避できるじゃないですか。知らないよりも知っといた方が絶対に自分の中であのいい方向に行けるから、だから私はこの世で一番怖いことは無知だと思います。知ると怖い話が増えるって、それはでも怖いっていうその恐怖心がその増大するだけであって、実際に本当はそう感じる人たちは知らなくてもここやばいかもって思ったりするから、知ることは大事ですよね。そう、でも知っちゃった後になんかえ怖いみたいになっちゃう人は知らない方がいいかもしれない知らない方がいいかもしれないけど、なんか、うん、私は霊感ないです。全くないです。でもなんかそういうなんていうんですか、閉鎖的な空間とかそういうところに行くと頭は痛くなる。虫の話かな。いやすごいわ。友達の家に行ったらお札があって聞いたら怖がって何も教えてくれなかった。え、怖いな、それは。でもね、そういうの怖いですよね。多分ヒムがガードできるタイプの人間。え、これもすごい受け売りなんですけど、なんか私霊感あるんだよねって言ってる人って、そのなんか自分から感じようとしてその霊のところにこう気持ちを寄せてるわけじゃないですか。そうするともうやっぱ見えちゃったりするらしいんです。怖いこと起こっちゃったり。それってなんか自分から好奇心で近づいていったことによって、その霊感っていうもともと人が持ってるものが火傷して、そこが傷口から見えるみたいな感じになっちゃうらしいんですね。え、そうじゃなくて、そういう風になんか面白半分でそういうことしたりしないで、なんかやってるとそういうのは見えなかったりするから、なんかだからなんか友達となんかホラーキムダムシできたみたいな、そういうのは良くないのでは。例えばお仕事とかだったら、お仕事なのですいませんちょっと見させていただきますって言って、その場所にいる人たちにちゃんと敬意を払っていけばまあまだ大丈夫かなとは思うけど、宇宙人はいると思う。宇宙人は絶対いるよ。だってね、宇宙広いからこの話何回もするけど、私絶対宇宙人はいると思ってるよ。絶対いる
え、宇宙人いないと思ってる人いるんですか、逆に。こんだけ目撃証言出てて、でなんか NASA が隠してたみたいな、 NASA、 JAXA、 NASA か、 NASA が、あの、その、なんていうんですか、もうちゃんと宇宙と交信できる状態にあって、なんか言葉もちゃんと向こうの言葉とちゃんと言語化されて通じ合えることになってて、なんかいろんなテクノロジーとかを教えてもらう代わりに人間のなんとかを勘とかみたいなのを隠してるみたいな都市伝説ありますよね、うん、もうそういう施設というか実験場みたいのがあって、え、でもなんかアブダクションってわかります？なんかその宇宙人から脳に直接こう、なんかなんていうんですか、更新されるみたいな、そういうのがすごく怖い。記憶を改ざんされたりする。そう、見ない方がよく知ってるね。あ、そうそうそう、物体で来るより電波で来る方が高いよね。ね、UFO、 UFO はだってもう、あの、そういう彼らの乗り物だからそれに乗って来てるってだけの、うん、でもみんなが思い描くような円盤でくるくる回ってみたいな、そういう向こうもさ進化してると思うんですよ、私はね。だからもっとなんか合理的にここに来れたりすると思うんですよね、私。悟空の瞬間移動みたいな感じじゃないけど、だから UFO が飛んでるっていうのはちょっと昔の考えかもしれないと私はとても思う。私の考えですよだってさ、なもう何十年前から UFO、 UFO って言われてるわけじゃないです か、 だからみんなが思い描くあの円盤でくるくる回ってみたいな、そういうのって結構昔の話なのかなって思っちゃう。うん、でもなんか時の進み方一緒か分かんないしね、こっちと向こうはそうだと思いません？一日が向こうの千年かもしれないし、向こうの一日がこっちの 100年とかかもしれないし、うん、そう、もう概念から違うかもしれない。そういう乗り物に乗ってくるっていうのがもう日本人の、地球人の考えだから、そういう風に刷り込まれて脳でイメージしちゃっただけとか、そういうこともあるかもしれないし、うん、だって太陽がその人たちがいる、人かわかんないけど、その彼らがいるところに太陽があるかはわからないし、太陽に似たものがあってもその周期がどのぐらいで回るのかとかも違うわけじゃないですか。そしたら全く文明が違うわけですよ。うん、そうだから、いろんなあれがあるけど、そういうのを見てるときにこうニヤニヤしながらこうやって見てるのやばいやつだよねち
球人か観測できない距離から来る科学力持ってるなら地球人が赤ちゃんに見えるから離れて見てる。いやそうだから、ここがもっと発展するのを見守ってるだけかもしれないし、もしかしたらもう週末が決まっててすごい中二病すごい中二病なんだけど、もしかしたら世界が終わる日が決まってて、それまで人間はどういう動きをするのかっていうのを観察されてるだけかもしれない。うん、ね、めっちゃ大きいかもしれないし、こんなサイズの人かもしれないし、人じゃないかもしれないけど、うん、説得力は結構あるでしょ。で、人がこんなにさ増えてさ、なんかいろんなものが発達してるのにさ、こんな広い宇宙でさ他の文明がないって決めつける方が変だよ。人で感知できないか、自由研究に持ってこいよ。そうでしょ私のショートタイム自由研究に使っていいですよ私はすごい自由研究は超楽して、なんか酸性、身の回りにあるものを酸性かアルカリ性か調べるみたいなやつで、もリトマス紙買ってきてそれに洗剤とか醤油とかぶっかけまくってノートに貼り付けただけで終わったから私の自由研究それで終わり。うん、でもちゃんともらえたよ、なんか花丸みたいな、しっかりと観察できていますねって赤ペンで書かれてたでもなんかそれっぽいこと書くの得意だから、文系だし。最初の変化は見られなかったが、酸性かと思っていたものが、アルカリ性だったことに驚いたとかあの何の反応もなかったものはどのような成分が含まれているのか今後調べていきたいとか、そういうことを書けばなんとなくもらえるから点数そうそうそう、超楽でしょ。リトマス買ってくるだけでいいんだよ。いいねそういうの。それっぽいこと書けばなんか、あ、ちゃんと考えてるんだなこの子はって思われる。貼ってなんか例えばなんか洗濯洗剤って貼ってテープでこう固定して、横になんかその変化こう何分後こうなった、何分後こうだったみたいな書いて、箇条書きで感想それもう4ページ分ぐらいやったらもうそれで終わりよ。そう、何々は何々と比べてこうだったとか、比べる系大好きだから先生たち でもさ、なんか本気にもう気合い入れてさ、なんかすっごい迷路作ってくる人とかいたじゃん、なんかピタゴラスイッチみたいなやつでっかい装置作ってさ、なんかとかさあったじゃん、とかなんか虫を飼ってきて虫の観察みたいなやつとか、
もういいけどめんどくせえと思って、なったらなんか100均で揃うし、全部ルーズリーフにする限りで終わりにすればいい、いいだけで、ノートに書いたら4ページしかやってないってなるけど、ルーズリーフ何枚かにまとめてクリップで留めて提出したら、こんなに頑張ったんだってなるからそういうことだよね結局。百均にリトマス禁止あるよ、あるある。朝顔もあったね。あとめんどくさい年はじいちゃんが畑やってたから、なんかトマトの観察もう畑やるやつこうやって見てこうやって観察するだけのやつもう全て文章力だからね、あんなもんは。うん、絵日記うざかった。もう最後の3日間で書き上げますね私は最後の3日間で書き上げます、大体こんなもんだろうみたいな、その架空の日記を架空の日記をこう書き上げる。天気は毎日曇り、あ、天気はあの1週間分があの新聞紙に載ってるからおばあがあの天ぷらとかの油吸う用に新聞紙持ってたからその1週間分だけ取って夏休み分をでこう見てこうやって書けばいいからそう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 、新聞紙に載ってるじゃん。それかもうばあちゃんに見てもらって、何日晴れ何日雨自由作業や。いやフィクションよ、もうフィクションフィクション全部フィクションですよ。誰金メダルありがとう。私 何で金メダル取ったんだろう。オリンピック全然見てないんですよね、案の定死んでたので。オリンピック全然見てない、なんか開会式も話題になってたけど全く見てない。見ないとダメですよね。なんかでも何種目かメダル取ってるんですよね、すごい。あのスケートボードとか水泳とか見ました。それはそれぐらいは見たけど、卓球銅メダルすごいね、金メダルラッシュで。開会式は公演と被ってた。そうかそうか、特別公演の日だったもんね。なんかすごいピクトグラムみたいな話題になってて、私詳しくわからないけど。あと8分、あと8分で県民賞ですよ皆さん、見てくださいね。私は終わりますけど、半分だけ見ます、半分だけ
半分15分ぐらいだけ見ます。はい、15分ぐらいだけね。ほんと15分ぐらいだけなら見れるので。公式が珍しくツイートしてる。嘘。見よう。公式。ん？してないやない。出たわ。すごい、ちゃんとちゃんと宣伝してくれてる。でも私今回あんま喋ってないかも。やっぱ心強い、柴田さんがいてくださったんで隣に、すごい心強かったです。はい。柱の中だと誰が好き？え、鬼滅の話？鬼滅の話？義勇だよ。義勇。偵察する与奪の剣を他人に逃げらせるな。始まった。恥ずかしい。やめていい？ショールーム、めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。ねえ、違うんだよ、帰宅と帰省を間違えたの。恥ずかしい。ここでネタバレさせてもらうとね、帰宅と帰省を間違えたんですよ。あの時は脳みそがどっか行ってた。アッパラパーなことばっかり言ってたと思う。ちょっとだけ待ってね。あ、そっか。あ、うそうそ。待って、ツイートする。はい。恥ずかしい。富山県ではスターだからね。富山県ではスターは、富山県誰がいるか、柴田さん、はじめ社長さん、八村塁さん、あと誰がいたかな、誰がいたかなと、あ、室井茂さん、あとは
あ、ちょっと笑い芸人さん忘れちゃった。笑い芸人さんいるんですよ。あの、あったかいんだからの相方の方、あと誰いたかな、あとね、もう一人ぐらいね、いる富山県出身の芸人さん。でもなんかはじめしゃちょーさんの動画をたまに見るんですけど、ほんとたま、時たますごい富山弁出てるなーって思う。うん、なんか県外の人が富山県の話し方をするときに何々だっちゃーみたいな言い方するんですよ。そんな使えませんからそう、使わない、なんとかとかやっちゃうとか、あんまなんとかやっちゃうとか言うけど、大丈夫やっちゃうそんなもんとか、そんないい加減ながでいがんけとかそんな感じでは使うけど、何々だっちゃとか、なんかそのラムちゃんみたいな言い方しないです、ね、うん、抱いてやっちゃは言うよ、何々やっちゃよとは言うけど、うん、だから恥ずかしいんだよね。これな、ね、若いでしょ。最前限として。いや、ちょっと。ね、ありがたいことに。すごい声大きかったすごい後ろからなんかここにスピーカー置かれてるみたいな感じでした。古賀さん、古賀さんだっけ、小田さん、リカちゃんの髪型かわいい、バイオレットエヴァーガーデンです。バイオレットエヴァーガーデンみたいでしょ。すごい大きいの声が。ねえ、お腹空いちゃう、こんなの見たら。30分だけやるね実況30分だけやる。ハイキングウォーキングの街、そうなんだ。すごい、なんか全国区の番組でこんなにフューチャーされるの恥ずかしい。もう映ったわ映さなくて、でも今回は口閉じてた口閉じて目開けてた、えらい。リカちゃんかわいい、うれしい、うれしいちょっとうれしい、口閉じてる口閉じてる
いいよ、今のところワイプとしてはいい感じ。社長が一番多い。いや、持ち家率じゃないですか。ちょっともうほんとブス。キモい。自分で自分見るのほんとキモいんですよね、私。ほら聞いて、この本当本当の富山弁を聞いてほしい、このおばちゃんたちの。富山県民の人ってなんかなんて言うんですかね、ボソッとおもろいこと言うんですよね。なんかそんなにこうなんかああいう大っぴらな感じじゃないんですけど、控えめな感じなんですけど、ボソッておもろいこと。すごい、なんか私が柴田さんと写ってるのすごいすごいですね。感銘を受ける。もう富山のテレビには引っ張りだこなので。初共演です。ちゃんと出てるんだよ、県民賞。すごくない？さっきまでオクラ食ってたんで、私ここで。ここでオクラ食ってた超庶民的な人がちゃんと県民賞出てるのすごくないですか？褒めてほしい。そうだよ、ここで死ぬほどオクラ食べてた人がこんなに。すごい。え、本当だよね。猫かぶってるから。ワイプでも猫かぶってるし、喋る時もちょっと猫かぶってる。白エビ食いてーみたいなことは言ってない。安心してほしい。でも皮剥くの大変なんですよ、白エビ。知ってました？白エビめっちゃ皮剥くの大変なんですよ。太田プロもツイートしてた。どうしたの急にみんなして。そんなに私のこと好きだったっけ？みんな私のこと嫌いなはずなのにな、どうしたの急に。どうしたんだろう。白エビバーガーめっちゃ美味しいよ。私あのちょっと前の映画の撮影であの差し入れでいただいたんですけど、めっちゃめちゃめちゃめちゃ美味しかった。あれ待って使うがいね。エビエビ待って使っとんがいね。くたやまべん。どんなんけさーっていう富山の人。いや腹減る。
ケミーショーってお腹すくよね。さっさとパスタ作ろ。そうめんのつゆ。ベイビーかわいい。このさ、ビールいいなと思って見てたからさ見えてなかったけど、ベイビーめっちゃかわいいね。ビールいいなーっていうやつです、あ、今のは。絶賛禁止中だったので、この時麺だ。ピメン、テレビのピメちゃんも違うピメちゃんがここにいる。いや、ベイビーかわいいわ。白エビのかき揚げ食ったことあるか？全員食え、ここにいるやつら。食べないとやばいよ、もうほんと死ねない。食べずに死ぬ人生なんて私は本当に無理。過去の私が憎い、これ食べたなんて。でもやっぱ本場で食べたい、本場で食べたいよね。うん、なんかまたここ切れてる、私なんでなの。なんかさ、マスクでさつかないようにさ、マット系のリップさにしてたの、ロム&じゃなくて。そしたらさ、めっちゃ切れるようになった。富山のゲリラフィーが出てる。ここまで袖まくっちゃう系、ここまで袖まくっちゃう系男子。ヘイママミヤ、ヘイママミヤ。みんながテレビに夢中になってる間に変顔 しようと思ったけどやめた。みんながテレビに夢中になってる間に可愛い顔しとこ。一指向けない。お腹もう声にならない。お腹すきすぎて。オクラしか食べてない。オクラ。オクラ7本しか食べてない。あー、白エビ食べたい、帰ろ。ジオだから、白エビ食べてえば。ハズカピーナッツ、ハズカピーナッツだよ。
いや、学ぶものがある。ワイプに関してはまだまだ学ぶものがある。口開いてるぞ、おい。うん、これこれこれなんですよ。恥ずかしい、喋んないでお前。意気投合意気投合しちゃった。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいです。恥ずかしい。もう本当にもう大丈夫もっとなんかちゃんとしてほしい。ちゃんと座ってほしい。クラクラの髪型、そうだね、クラクラの髪型して、なんか私が出る回さ、なんかいつもなんかさ、そう、まちゃみさんがいつもなんかイケメンにがっついてる回だなって思う。前の前回もそんな感じだったんですよ。あのエレンの声優さんが出てらっしゃって。白目向いとるが、キャー、恥ずかしい、見ないで、恥ずかしいから見てほしいけど見ないでほしい。なんかもこうやって見てほしいこうやって見てほしい。うん、いや、こうやって見ないでほしい。もうこうやって見てほしい。ちゃんと目も開けて見てます。こうやって見てほしい。恥ずかしいよ。自分のね出てる番組見るのほど恥ずかしいことないからね、本当に。ストレスで胃が痛くなってきたわ。
すごい風船飛んできた。ありがとね、風船飛ばしてくれて。なんか今やってないですか、イベント。次のイベントは頑張るから、ごめんね。ちょっと7月は公演出ない代わりにショールームやろうと思ってたけど、ちょっと全然できなかった、申し訳ないね。本当に白くて宝石みたいで、ご飯と色が分かんないんですよ、白エビって。それぐらい本当にもう宝石みたい、美味しいんだよ。さっぱり系、甘エビよりもさっぱりしてるけど甘さあるみたいな感じかな。うん、うわー美味しそう。え、お腹すいた。パスタ茹でよ。詰めよお前。ガンガンの爪してたな。美味しいんだよ。もう過去の自分が羨ましい。過去の自分に「ビール飲みたい」って言った「ビール飲みたい」って言ったの使われてた。財力、いやいや、本当本当、東京でも財力に物を言わせれば美味しい白エビが食べられるんだなっていう。さすが社長。こがけん超好き、おもろいよね。すごいおっきいんだよね、声が。ここからこだまするかのように聞こえてくる。恥ずかしい。もう大丈夫、もう終わっ、もう終わったか、テーマ編は終わったか。もう恥ずかしめはないかと。うん、21時30分に終わりますね。皆さんは続けて見ててください。なんか気が散っちゃうかなと思って、私が実況しながら、どっち見ればいいか分かんないって言われるから。うん、このおっちゃんおもろかったな。後で録画も見る？嬉しいです。ありがとうございます。たくさん
見てください。私はもう恥ずかしいのでこの辺で終わろうかなと思います。うん、みんなつぶやいてくれてる？今からつぶやきます。え、中井理香って富山出身だった、え、散々言ってるのに、え、なんかみんな私のこと富山県民だと思ってない富山県民ですよ富山県民なんですけど、もっと言っていかないと。太田プロさんのつぶやきはあれしました、あの引立しました、引立じゃない、ファボリツ。今な、今ラブリツって言うんですか、なんていう、なんていうんだろう、小さな自慢がすごい。ラブリツだよ。そうなんだ。ファボリツだと思ってた。ファボリツ。なんか昔のツイッターとか無言威嚇ファボやめてくださいみたいなやつあったよね。なかった。ファボのせね、ファボられたんだけど何みたいな。恥ずかしい。映ってた？もう映らんかもしれん。アブコナラジオ今月参りますよね。あります。昨日撮りました。もう少しお待ちください。もうね、なくなるかと思ってた私はね、私はなくなるかと思ってた。あります。口開いとんねんお前、やめろー結構毎月ギリギリ。そうなんだ。ほれ、サイレン鳴ったで
本当におもろい大阪の人。理科もできるよ。ほら。ほら。アイソレーションでやるから。なんか。ダンスの時に前後ろ右左回して反対。みたいな、やるから首と肩と肩はこうね、肩と胸と腰全部やるから。CM 入りました。皆さん、この後も引き続きお楽しみください。私はもうそろそろあのお腹も空いたので終わりたいと思います。はい、7位がステラさん、ありがとうございます。6位が星尾さん、ありがとうございます。5位がリカズさん、ありがとうございます。4位が堀本さん、ありがとうございます。3位がハッパさん、ありがとうございます。2位がゴリエムさん、ありがとうございます。1位がおじやんさんでした。ありがとうございました。ちょっとこのあとまだあるので、ちょっともうこのショールーム自体は2時間半ぐらいやってるのでそろそろ終わりたいと思います。皆さんは見てたくさんあのツイートとかしてくださいね。ちょっとどっち見ればいいか分かんないみたいななっちゃうので、そろそろ終わりたいと思います。またね、バイバーイ。バイバーイ。